はい、皆さんこんにちは、品川です。本日は長崎月町商店街を散策していこうと思います。で、今自分がいるのは通称ケツ橋という橋の上におりまして、地図でいうと大体この辺りなんですけれども、ここからはですね、右手には、浜の町アーケード、浜町大きなねアーケードがあって、ちょうど今路面電車も通っておりますが、浜町がありで、今日行く月町商店街はその逆方面、こちら、はい、月町商店街の入り口がありますけれども、今日はこの先の月町商店街周辺を散策していこうと思います。はい、でも早速行こうと思うんですが、でちなみに今自分がいる橋はですね、通称鉄橋というんですけれども、本名はですね黒金橋という橋でして、そう、鉄橋は愛称なんですけど、鉄橋黒金橋なんですが、その鉄橋黒金橋の近くにあるこのバス停の名前は中央橋っていう感じで、橋の名前がいろいろとこう混乱はしないけど混ざっているような感じもしますが、そんな余談も挟みつつ、今日は月町商店街散策です。はい、家の方にクジラの絵が描いてありますけど、自分も長崎に移住してきて初めて知ったんですけど、長崎結構クジラとのゆかり縁が深くてですね、あの正面にあるお店はクジラのお肉なんかも、取り扱っているクジラのお肉のお店もあったり、この月町商店街にはカラスミのお店があったりしてですね、月町商店街は本当に長崎における、買い物のなんかこう食の台所的な、位置づけの商店街なんですけど、美味しいお肉、お野菜、お魚類に加えてカラスミだったりクジラのお肉だったり、いろんなこうユニークな食材も買える、そんな商店街になってます。はい、早速ねクジラのお肉のお店もチラ見しつつ中尾の方に進んでいきます。今正面右の方に見える黒い、建物、歴史を感じる、建物でございますが、こちらがカラスミ屋さんですね。はい、で今日はこんな月町商店街をぐるっと一周する形で巡っていこうと思います。まずはちょっとね月町を見回しつつ、後でまたこの辺り戻ってこようと思うんですけども、はい、食堂があったりね、いろんなお店があったり、こっちの方にも道が続くんですが、こっちにはちょうど戻ってくるとして、一旦直進して進んでいこうと思います。ぐるっとね巡っていきます。で、さすが月町、あの食の台所というだけあって、いろんなお店が並んでいるんですけれども、ここはですね島原半島からやってきた野菜とかフルーツを買える八百屋さんとかフルーツ屋さんがね立ち並んでいて、今もたくさんのお客さんいらっしゃいましたけど、島原の野菜ね本当に美味しくてですね、一回島原の野菜だけでバーベキューをしたことがあったんですけど、切って焼くだけであんなにうまいのかっていうので本当に驚愕した覚えもあるんですが、そんなね島原半島の美味しい野菜が買える八百屋さんがあったりで、そんなことを言ってると、ちょっとなだらかな坂になっているところにやってきました。ここで月町、気づかれた町って感じで書いてある月町の名前の由来を軽くお話しようと思うんですが、月町というのはですね、新しく埋め立てられて新しく築かれた町ということで月町っていうふうに言うんですが、今からちょうど450年前に長崎が南蛮貿易の港として開かれた時代の結構序盤に新しくね埋め立てられて作られたのがこの月町です。で、埋め立てられたので、もともとはですねこの辺り海だったんですけど、この斜面が終わって平地になってるこの辺り、この先はもともと全部海だったっていうふうに考えても差し支えございません。で、その海と陸地の境界線だったところ、境目だったのがこの坂道っていう感じですね。この坂の上登ったところが昔
長い岬、南下岬っていうふうにも言われた岬があって、そこが長崎の、最初のね、一番最初の長崎に町ができた、ところになってます。そんな話もしつつ、よいしょ、こっちに進んでいきます。実はね、ちょっと通り過ぎちゃったんですけど、あの奥の方に昔ながらの井戸があったりするんですが、画面左の方、それはね、また今度の機会に触れるとして、こっちに来てですね、ちょっと説明板があるので見てみましょう。はい、市場と石積みということで、もともとね、もともと市民の台所としてこう買い物どころであったというふうに書かれているんですが、注目するのは現存する石積みは江戸時代や明治時代以降に作られたものということで、長方形が江戸時代、正方形が明治時代らしいんですが、この後ろの石垣はいつの時代の石垣ですかね。明治っぽい気もしますが、そう、江戸時代とか明治時代とか、そんな歴史の残る石積みが今もね残っている、そんな月町、今はね裏通りにいます。この石積みの上の方がもともとの南下岬で、石積みの下、この辺りはもともと海だったっていうことでしょうね、きっと。 そんなことも雑談しながら先に進んでいきます。なんかすごいいい匂いが、いい香りがしてきました。左手にあるのはお肉屋さんですね。多分コロッケか何かか焼かれて作られているのかわからないですけど、非常にいい匂いがします。お腹が空いてきました。ちなみにあそこのお肉屋さんで一回お肉を買ってバーベキューしたことがあるんですけど、最高でした。さっきの八百屋さんでお野菜買って、今のお肉屋さんでお肉を買って、月町で材料を仕入れてバーベキューをしたことがあるんですけど、最高でした。そうなんです、月町買い物どころとしても、そう、食グルメが楽しいっていうのもあれば、グルメの裏にね、さっきのクジラの、長崎の食文化の、名残があったり、あとはそうポルトガルとかね、中国との関係の深い料理とかもあったりして、美味しいだけじゃなくて食文化も感じられる、月町、裏道にもね、裏道の八百屋さんがあったりして、お買い物も楽しい、味が美味しい、そして食文化が面白いだけじゃなくて、さっきの石積みとかポルトガルの話にも、南蛮貿易の話にもあるように、歴史も感じられる月町でございます。この高い石垣はいつの時代に建てられたんでしょう。明治時代と江戸時代の折衷というか合体してる感じかな。下の方が江戸とかなんですかね。改めて石積み見るとすごいですね。そんな石積みです。ここからはお魚屋さん、鮮魚店さんゾーンだと思います。鮮魚店さんが立ち並んでますね。長崎、お魚美味しいですからね。こんな感じで鮮魚店さんが立ち並んでます。この細道の奥の方に角打ちとかができる飲み屋さんとか、美味しい焼き鳥屋さんがあるっていう話をよく地元の方から聞くんですが、まだ行けてなくてですね、今度行きたいなと思っております。地元の視聴者さんの中でもしこの辺り詳しい方いらっしゃったら、なんか美味しいお店おすすめ教えていただけると嬉しいです。で、月町商店街のメイン通りに戻ってきました。正面にはね、かまぼこ屋さんがありますけれども、そう、鮮魚店さん通ってきたんですが、長崎、魚のすり身なんかの消費量とかも多いらしくて、特にね、かまぼこ、かんぼこなんかは長崎ローカルグルメという感じがしますが、そう、長崎はね、かまぼこ、かんぼこ美味しいですね。揚げかんぼことか、そう、魚、お刺身とか普通の魚単体も美味しいんですけど、すり身とかそういうのも非常に美味しい。で、長崎かまぼこ、かんぼこ雑談でもう一つ余談を言うとですね、長崎だけじゃなくて九州一円もそうなのかはちょっとわからないんですけど、揚げかまぼこ、揚げかんぼこのことを天ぷらっていうふうに言うんですよ。そう、ことも天ぷらって言うんですね。で、天ぷらって言った時に、あのよく見る天丼とかの上に乗ってる天ぷらなのか、揚げかまぼこ、揚げかんぼこどっちなのかはちょっと文脈を見ないと
わからないと気軽っていう、そう、長崎ならではのね呼び名があったり、はい、ここのね、ここのシフォンケーキが美味しいんですけど、お日様さん、ちょっと見どころたくさんで、見どころたくさんで先に進んでいきますが、はい、お魚屋さんがねたくさんあります。ちなみにこれまた余談ででして、この月町一帯には昔ポルトガルの方がですねたくさん約1世紀にわたり日本人の方と混ざって住んでたこともあってですね、なんかそういう異文化交流、国際交流の舞台になった場所なんじゃないかなとも思いつつ、でよいしょ、今正面に現れたのはこちらメルカ月町ということで、ちょっと通り過ぎちゃったんですけど見えるかな、あ、見えないかも。この下、地下にですね、月町市場、月町市場かなっていう風に市場があります。よいしょ。ここですね。はい、B 地。で、たくさんのお店、特にね、鮮魚店さんとか果物屋さんとかたくさん入ってます。もともとここに市場があったのを、このメルカ月町ができるにあたって地下1階にこう集まってね、お店がまた再編されたそうです。でこう見てみるとやっぱり今街歩きしただけでも本当にたくさん八百屋さんとかお魚屋さんがあったんですけど、この地下にもねたくさんまだまだあるっていうことで、いかに月町が本当に長崎の町の方のお買い物どころというか台所的な役割を果たしてきたのかっていうのが非常によくわかる感じがします。いやー、月町なんかこう気合い入れて島花野菜買おうとか思った時に僕も結構足を伸ばして買い物に来たりもします。で、右手には紅白饅頭のねお店があります。で、これもまたどうでもいい雑談なんですけど、九州というか長崎に来てから関東とかでは今川焼きっていうなんていうんですかね、あるじゃないですか、美味しいお饅頭というかあれが今川焼きが、それの呼び名がですね、長崎とか九州とかだと他にもいろいろあって、今川焼きの他にも回転焼きとかあと太閤焼きとかなんかいろいろあるのにびっくりしました。回転焼き、今川焼き、太閤焼き、佐世保とかにいた時は回転焼きだったんですけど、名前がね、さっきの天ぷらの話もそうですけど地域によって違うのはなかなか面白いなと思ったり、そうこう言っていると月町商店街も終わりの方に差し掛かってまいりました。終わりの方でも八百屋さんだったり定食屋さんだったりいろいろお店がたくさんある、そんな月町商店街でございますが、こんな感じの月町商店街でございました。月町商店街の前には江戸町にも江戸町商店街があって、以前ね別の動画にもしたんですけれども、その江戸町の奥には出島があります。はい、そう、こんなね面白い商店街の近くに他の商店街があり、また出島っていう歴史的にもユニークな場所があって、本当にコンパクトな土地にいろんなものが集まっている長崎でございますが、はい、ということで今回は月町商店街を散策してみました。いかがだったでしょうか。何か感想やコメントがある方は下のコメント欄からいただけると嬉しいです。あとはチャンネル登録とグッドボタン押していただけると非常に励みになります。ということで皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。ではまた。